こんにちは、あやチャンネルのマミーです。今ね、ダイヤくんが噛んでるのはね、骨っこっていうね、ガムなんですね。これね、結構柔らかめのガム、カッチンカッチンじゃないんです。でもさすがダイヤ早いな。今回ね、ちょっと初めてなんですけど、大きさ的にはほら、これぐらいあるんですよ。でももうダイヤね、もうダイヤこんだけしか取らない取らない、マミ、これぐらいしかね、なくなっちゃった。ほら、まだノエルもほとんど残ってる。片方がなくなったぐらいかな。ね、おいしい骨っこ。こちらが、ナイトですね。ナイトもね、これ初めてだもんね、こんなのね。ナイトはなかなかね、まだ慣れてないからね、なかなかだね、こういう硬いのがね。硬いって言っても本当にもうくにゃんって片手でこう曲げることができるぐらいなのでね、ちょうどね、小型犬の歯にはね、ちょうどいい硬さだと思います。あまりにもカチカチだとね、やっぱりあんまり良くないっていうのでね、歯にね。でもこれでね、ちょっと歯磨き効果があるといいんだけどね。一応まあパッケージにはそうやって書いてあるけど、特にね、ナイトはもう口の周りとか顔を絶対触らせてくれないんだよね。遊んでる時にちょこっと触るぐらいはいいんだけど、こうご飯食べた後にね、口を拭こうとかね、もうそういうのが絶対ダメで、だから歯磨きとかなんてもう本当になんか全然やらせてくれなくって、歯磨き粉をちょこっとね、舐めさせようかなって見せてもあんまり興味を持たない。みんなバニラ味だから大好きなんだけどね。アクアはさっきね、もうダイヤくんが食べ終わったから狙われてるんだよね。ダイヤくん取っちゃダメだよ。もう自分は食べたんだからね。これはアクアのだよ。アクアの取っちゃダメだよ。オッケー。ダイヤくんね、アクアにはね、厳しいというかね、取るんだよね。他の子にはないんだけど、アクアが怒らないからね。アクアも優しいもんね。おいしい、アクア。おいしいですか？おいしい？ノエルくんどうですか？美味しい？だいぶ食べたね。ノエルもね、前まではね、やっぱりこういうこうガムとかって硬いものね、少しね、食べるの慣れてなかったから遅かったんだけど、最近はね、食べるの早くなりましたね。やっぱだいぶね、うちの子になってきたね。ノエル美味しいですか？美味しい？ね、もうあと最後の一つだもんね。ノエルね、食べる時だけ怖いんだよね。さっきもうなってたもんね。誰も狙ってないから大丈夫よ。もしかしたらね、昔こう大きなお皿かなんかに、それかなんか床の上にこうご飯をダーってこうね、置かれて、それをみんなで競争で食べてたのかもしれないですね。だからそういうのでちょっとこうご飯の時にね、警戒心がすごく強くなってるのかもしれないです。まあ昔どんな風にね、ノエルが育っていたのかがね、よくわからないからあれなんですけど、まあ多分見た感じね、こう悪徳ブリーダーのとこからノエルは来たかなと思うんですけど。ダイヤ君食べるの早いから暇でしょう。ダメよ、取ったら。取っちゃダメやからね。いいね。ノエルじゃないや、アクアは遅いね、食べるの。まだまだ上の太いのをなんとか食べたぐらいだね。まあゆっくり食べてよ。今日はね、お外もお天気いいし、気温もね高いからね、ちょっとお外にいて。マミもね、ちょっとお家の中でいろいろとやることがあるから。なんか心配だなぁ、ダイヤが。私がこっからいなくなると、ダイヤがちょっとアクアのぐっと取り上げてしまいそうな気がする。ダメだよ、ダイヤダメだからね、絶対に。ねえ、これはアクアのだから。いい？ダメよ、絶対ダメだからね。ダメだよ、アクアのだよ。アクアの取っちゃダメだよ。わかった？お願いね。みんなこうやってなんか離れたところで、噛み噛みしております。
あやチャンネル元保護犬たちとの、日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひ、よろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.